生きるということが最後そうみたいに、ハッピーエンドだっても知ってたら、悲しい顔だって必要なことだって演じられんかな。予言者にでもなったつもりか、生きるということが最後みたいに、ハッピーエンドだっても知ってたら、悲しい今日だって必要なことだって演じられるのかな。あの日の失敗も昨日の悔しさもなければ今の僕はいないだよ。そう思えばどんな人も何かしらの意味を持つ。ああ、そんな気がしてくる。教科書授業をテストに今までの強くなった挙句思い切りをなくして、無謀な夢を胸にしまい込んで、時も結ぶふりをずっと続けてる。足を止めて光が差し込んでくる、その時が来るのを待って習ってる。その屈折ため息混じりにつぶやく、ああつまんない毎日だうな。頭よさげな先生が人生の正解を取り、僕らはそれを鵜呑みにする。心で人生の世界って何でしょう。ああ僕はなんて感じしきなんだ。ああ周りのことばっかだって、あれ僕って何者だろう。生きるということが最後そうみたいに、一つの物語だとしたら、当たり去りのない日々の繰り返しを見せられんのも嫌だろう。面白くしようぜ、笑ったやっていいさ、泣いてしまってもいいさ、今を全力全身で生きてんなら、嫌ないつも僕も100年後にはどこかもなくなってんだから、さあ生きたように生きよう。
切な主義の一つ一つ大切にワンツーワンツー勝手に未来を作り上げて悩んだって仕方がないのに大丈夫何もなくたって長いの僕は僕的には君それだけでいい常識なのなんだのってやってから決めようぜだから一生懸命自分を演じよう誰が何と言おうと約束された未来なんてないだろう正解かそうじゃないかは未来の自分しか知らないんだから生きるということが最後そうみたいねハッピーエンドだっても知ってたらそんなのつまらないだろうからの未来に輝いてああもう生きていこう